全日本バンタム級の明日を占う一騎打ちです。さあいきなり仕掛けてきました、青いトランクスの杉浦、パンチのわずかな左を膝突き上げていった笠原、笠原は赤いグローブハイキック、これはスウェーデン逃れています。杉浦いきなりこれちょっと滑らしました、スリップですね。そうですね、はい、さあ布施さん、はい、まずは何といっても注目は名古屋 JK ファクトリーの杉浦選手、はい、20歳の若い選手なんですね。そうですね、もうスター性もありますね、スタミナもありますからね、頑張ってほしいですね。そうですね、はい、まあ、一方の黒いトランクス笠原大輔もこれ5回戦が3試合目お互いそうなんですね。そうですね、まあ、キャリア的には似たり寄ったりですよね。そうですね、はい、左の膝ボディに突き入れます、肘を狙っているか、かなり密着した戦いになっています。右の膝を突き上げるのが笠原、左もう一つ小林選手、はい、まあ、若い杉浦選手なんですが、これ仕掛けているのは杉浦選手の方が先に手を出しますか。そうですね、左の膝組んでの展開はここまでどちらリードっていうのはありますかね。小林選手互角だと思うんですけど、杉浦選手の方が接近して従ってますね。ああそうですか、右のローキック、ここは自ら下がって距離を取るんですよ、パンチ杉浦も返していく、右のローキック、これはバックステップで逃れています。うん、中に入ってくるところワンツー、杉浦もう一つ右のパンチが目取られた、ハイキックスウェーデン逃れています。杉浦左の膝ダンピングリン、小林選手ちょっと浅かったですか。今は浅かったけど顎入りましたね、入りましたね、うん、肘、いや、さんかなりこれ肘意識してますね、杉浦。いやーでも、チラムと思えないぐらい2人ともエキサイトしてますね。そうですね、はい、ここは一旦レフリーがブレイクです。前蹴りティープで一旦距離を取るように背中に入っていく、パンチのワンツーからローキック、これは距離は届いていません、ストレート左、いや小林選手でも笠原選手下がりません、ワンツー、そうですね、離れたら笠原選手のうまいと思ったんですけど、離れてもうまいですね、杉浦選手、ね、まあ、リーチの差がちょっとあるかなと思ったんですが、中間周りでも杉浦いいパンチ入れていきます。しかし笠原も下がっていません。黒いトランクスの笠原現在25歳です。ここまでの成績が実戦戦い6勝1敗3つの引き分け、右のローキック、そしてローキックパンチ、そしてローキックカムにいきます、上下にしっかりチャンス、右のフック上から投げ倒すようなローキックを放つのは杉浦。布施さん、攻撃止まりませんね、両選手。いやー、本当そうですね、もう、特にこのラウンドあれですね、もう一つ飛び札、杉浦選手のコンビネーションが冴えてますね。そうですね、はい、小林選手でももらってますけど、笠原選手冷静ですよね。そうですね、はい、ローキックです。ここで第1ラウンド終了。いやー、1ラウンドお互い出しっぱなしの1ラウンドでした。さあ、バンタム級の戦い第2ラウンドを迎えました。いきなりインローから入ってきますが、パンチを出したのは、いやー、前色効いている、もう一つ顎を狙っていきます、ローキック杉浦、左フック顔面捉えているはずです、しかし取れません、インローは杉浦、杉浦のプレッシャー本当に強いですね。強いですね、はい、いやー、今度はボディですよ、ジャンピングに。笠原のカウンターの膝も捨てがたいですね。今のストレートも入ってくるところカウンターで捉えました。しかしその後すぐ返していきます、杉浦、小林選手、やっぱりプレッシャー杉浦選手のがありますね。そうですね、ストレート、鈴木選手に似てますね、本当に鈴木蹴りの出し方とかパンチの出し方とか。ああ、なるほど、笠原も攻撃は入れています。いい膝だ、これはコーナーに詰められる前にうまく左に逃れました。自らリズムを作るように上下に、ステップを切るようになりました。パンチで迎え入れます、サッカーでいく、瀬さん、これ組んでもあるんですよね、杉浦が膝を、そうですね、絶対にあれですね、笠原を休ませないですね。そうですね、いや、しかし笠原も返します。今度は笠原がロープ際に追い込んでいきます。レフリーが一旦ブレイク、さあまた注目です、先に手を出すのはどちらだ、いや、前にのしのしという感じで出てきます、ローキック杉浦、
小林選手、笠原選手もパンチ出すんですけど、それでひるまないんですね。下がりながら出してるから、そんなにはプレッシャーにはならないですよね。あ、なるほど。ということは、もっと強い攻撃何かいるっていうことですか。そうですね。笠原の方が距離を取ります。身長で上回っている笠原の方が距離を取って長いリーチを利用してきた。すぐにローキック回数、杉浦パンチからしっかりロー上下打ち分けます。ワンツー、その後は前蹴り、左フォア、いやー強烈ストレート、入りましたね。笠原の首がガクリと後ろに流れた。ローキック、ストレート。瀬さん、笠原も決して悪くないんですよね。いや、笠原選手も本当にいつも通りとか、いつも以上にあのセンスのいい試合運びを見せてくれてるんですけどね。そうですね。それ以上に今日あの杉浦の試合運びがいいですね。超アグレッシブ、しかも一角正確、ハイカクレードアッパーで向かいにストレート。いや、ローキックよりリーチも長い。いや、もう一つ運んだ膝、小林選手、笠原選手もちょっと離れるとリズム取れそうな感じもありますね。そうですね、カウンターがすごくいいですね。あ、なるほど。でもプレッシャーが杉浦選手強いんで。そうですね。笠原に距離を倒せません。笠原の余裕をこれ凌駕するほどに前にプレッシャーかけていきます。いや、これは左の膝、ヨーバッツも打つ。いや、笠原もやりますね、この近い距離ですが。ここはレフェリー一旦ブレイクです。第2ラウンド終了。いや、両者とも疲れているとは思うんですが、どちらかというと青コーナーの杉浦がちょっとそれが心配な感じありますね。そうですね、まあ、あの以前いた団体もです、団体にいた時もですね、はい、ちょっと中盤からちょっと疲れてるかなっていうような試合運びをしてることあったんですよ、ですからちょっと3ラウンドからちょっと心配ですね。あ、なるほど、はい、ラウンド3。さあ、第3ラウンド始まりました。やはり仕掛けていくのは青いトランクス杉浦です。膝で迎え入れた。笠原もよく見ています。先生、先ほどその前のラウンドも笠原選手がこう大技ありましたよね。そうですね、これですね、はい、ここから突破を見出したのは笠原、追い込んでいきます。しかしうまく入れ替うか。いや、膝も返してくるよ選手。小林選手、でも杉浦選手が忘れた頃に肘があるそうですよね。左のリードジャブからまたローキック、ボディいいですね、浅いですね、はい、上中が綺麗に打ち上げますね。今一瞬肘も出しました。あ、縦肘狙っていったのは笠原の方です。いや、前に出てきます。一度も下がる。いや、左のカウンターの膝効いた。前蹴りで押し込んでいって、しかしまた距離を詰めるように前に出ていきます。ジャストリートはしていませんが、ローキックで下から崩していくか。笠原また組んでいきました。この後いつ肘が飛び出すか。うまく入れ替わりました。笠原身長で5センチ上回っています。173センチの笠原、168センチが杉浦。右手、左のフックからストレート。しっかりガードも上がってますしね。そうですね、あれですね、笠原の方もしっかりとあのカウンターのチャンス待ってますね。待ってますね、はい、で現在の全日本キックボクシングの中では、まあ、一番軽い階級にあります全日本のバンタム級の戦いです。王者には安川健、それに続くのが豊か、高田、新海、割沢、そして黒いトランクスの笠原となっています。そこに堂々と大きくアピールしました。ランキングで大きく名乗りを上げているのが青いトランクス。よく見てますね。しかし前に出てくるのが杉浦。名古屋 JK ファクトリーから4人目の参戦です。ローキック、もう一つローキック、左の膝。瀬さん、この距離があってからのカウンターの膝は笠原のがいいですね。そうですね、ですからある程度距離を保ったら笠原選手本当に自分の距離なんですよね。はい、瀬さん、でもこれお互いそうでしょうけども、お互いのこの迫力に呼応するようにこうどんどんいい面が出てる感じしますね。いや、本当そうですね、お互いに相手の良さを引き出してるって感じですね。そうですね、はい、両選手とも5回戦はこれが3戦目です。あ、沈むよりボディストレート入りました。左から今度は右
ストレートでカウンターの膝。第3ラウンド終了。いやいや、休むことを忘れたかのような疲れることを知らない2人です。小林選手、はい、どうですか、流れどちらかっていうのありますか。あ、ないですね。ないですね。どっちもいい試合ですね。そうですね。ラウンド4、さあ第4ラウンド、いやゴングを聞く前に前に出てきました。青いトランクス、青いグローブの杉浦拓磨。ローキック、それを見てストレート、よく見てますね笠原。もう一つローキック、カウンターの左、大選手入れていった。小林選手、これだけ近い距離で差し合いしながらしっかり膝出しますね、両選手。そうですね。カウンターの膝狙っていきます。両選手狙っていたパンチ、フックです。パンチで前に出ていく、そして組んでもしっかりこの狭い間合いでしっかり膝を畳んでねじ込んでいく。うまいですね、コンパクトな膝の打ち方が。いや、そうですね、素晴らしいですね。2人ともしっかり入れています。自分の戦いはしています。まさに、あーっと縦肘、カットはありませんね、左の肘。しっかりコンパクトなフックを放っていきました。ストレート、リードジャブからですね、その後の攻撃はありません。しっかりガードを上げています。杉浦、小林選手、よく笠原選手がこう回ってますね、距離を取って。そうですね、あのプレッシャーによく青に距離取りながらカウンター合わせも返した。そうですね、またジャンピングに飛び膝が出ました。ストレート、しっかりガード固めています。しまうっていう感じがないですね。ないですね。お互いペースをつかみかけるんですけど、つかめないんですよね。あ、なるほど、はい、前蹴り、まさにセコンドの声、前蹴りで行けと聞いてキープ、前蹴りを使ってきました。その後です。しかし笠原がうまく間合いを、いやー、しかしボディ効いたか、ちょっと体が黒字に引いたになりました。ここは杉浦の攻めどころだと思いますよ。いや、笠原うまく休む術を知っています。エダイオンランド、残り時間1分切りました。ボディ、小林選手、先ほどもありましたね、このボディフック、はい、笠原は下がりながら、しかしうまく自分の距離を保ったままです。完全に捕まってしまうことはありません。捕まりかけるとしっかり組み合って膝も出していきます、両選手。それとちょっとガードを下げて相手を誘うような動きも見えます。上下にリズムを取るのが笠原、黒いトラックスです。左のフック、ちょっと首が後ろに流れた。小林選手、笠原選手とはどこかで前に出たいんでしょうかね。そうですね、もうこのプレッシャーですね。くっついたら向こうのが強いし。あ、なるほど、カウンター時代です。ここまであれですね、やっぱプレッシャーかけられたら疲れたんでしょうね。そうですね、引導です。残り時間10秒切りました、第4ラウンド。いや、杉浦ももらっています。しかし前に出てくる、左フック、これは届いていません。前蹴りが効いています。動きっぱなしの第4ラウンド。瀬さん、はい、いやー、これ本当にわからないっていうのが正直な。いやー、本当そうですね。もしかしたらジャッジも割れるんじゃないですかね。あ、そうですね、はい、さあラスト5ラウンド、これも5ラウンドのゴン効いてすぐ前に出ていくのは杉浦です。ワンツーからローキック、左のミドルキックは風原、ハイキック、いや、迎えるように入れるようにして左の膝払っていきましたが、今度は覆いかぶさるようにします笠原。ここはレフリーが一旦分けます。顔面にもらっているはずですが、しかし下がりながらのパンチなだけにちょっと威力が半減してしまうか、黒いトランクスの笠原。前蹴り、しっかりガードを固めて肘カンカー。いや、頬漏れるところは入りましたね今。そうですね、いや、笠原の肘がカウンターで杉浦の頬を捉えました。ただしそれでもプレッシャーかけてるのは杉浦なんですね。アイキック、いや、化け物的なスタミナ、両選手層です。まあ、特に杉浦ですね。左から引っ掛けるようにしてローキック、今度は前蹴り、バリングで流すようにして、その次はありません。いや、もう笠原とかも戦ってて気持ち悪いでしょうね。攻めても攻めても前に出てきます。今笠原はクリーンな戦いでした。今笠原選手本じゃありますね。そうですね、ローキックを腰を沈ませるようにして受けました笠原。ストレート、
小林選手、両選手とももう嫌だっていう表情がないですもんね。ないですね、はい。距離は近くなっている。この後何があるか。笠原には一撃必殺の飛び膝があります。そして先ほどはカウンターの右の肘もありました。ローキック下から崩した左の膝、いやースギラも返す。ロープに追い込んでいきました。小林選手、これロープにこうのしかかれるようになると自分からずるっと下がるような逃げ方しますね、杉浦選手。あ、そうですね、はい、腰落として、はい、さあ最終ラウンドも残り時間1分切りました。ボディから左は今度は顔面です。笠原一旦距離を取った。ストレート、まだスピードあります。左は顔面捉えている。杉浦のパンチも顔面を捉えた。いやー本当によく動きますね。すごいですね。いやスタミナが切れるということを忘れたような2人です。前に出ていく。いやしかしこの間でも繊細なるピンポイントの肘が待っています。ストレート、いや失礼、右のフック。30秒切っています。最終ラウンド、全日本バンタム級のランキング戦です。黒いトランクス笠原は現在第5位、杉浦拓磨は名古屋 JK ファクトリーから全日本キックへは初参戦。左の膝、すでにここまで戦っているライバルロードが始まっています。第1章、しかし残り時間は6秒。最後の力を振り絞る。残り時間が少ない。ミドルが入ったところで試合終了。安定にもつれ込むこととなりました。若い2人の戦いです。いやまさに伊勢さん、この気持ち分かりますね。そうですね、2人とも勝者にしてあげたいですね。まさに、はい。ジャッジが今49対48、一人目が杉浦につきました。2人目はドローです。ジャッジ鈴木50対49、青杉浦。おお、おっきのように判定2対0です。青コーナー名古屋 JK ファクトリー、杉浦拓磨ランキング5位の笠原を下しました。